レアル・マドリーは21日、MF トニ・クロース、34、がユーロ2024をもって引退することを発表した。写真、日向坂46メンバーがサポ姿で現地観戦。可愛すぎてふた見した、美しさで溢れてる。クロースはバイエルンでプロキャリアを始め、2014から15シーズンからアール・マドリーでプレーしている。ドイツ代表でも中心選手として活躍し、 10年の南アフリカ大会から3大会連続で W 杯に出場。14年のブラジル大会では準決勝で2ゴールを決めるなどし、優勝に貢献した。今季は残り1試合となったラリーガで32試合1得点8アシストを記録。決勝に勝ち進んだ UEFA チャンピオンズリーグ、欧州 CL では11試合に出場している。 クラブのフロレンティーノ・ペレス会長は公式サイトを通じ、トニ・クロースはレアル・マドリーの歴史上最も偉大な選手の一人であり、このクラブはこれからも彼のホームである、とコメントした。また、クロースは自身の Instagram、アットニー・ドット・ KR8 を通じて以下のようにコメントしている。2014年7月17日、レアル・マドリーに加入した日でサッカー選手、いや人としての人生が変わった日だ。 世界一のクラブで新たな賞を始めた。それから10年、今シーズンをもってこの賞は終わりを迎える。成功を何度も収めた時を忘れることはないだろう。特に快く迎え入れてくれて、信じてくれた皆さんに感謝したい。その中でも初日から最後の日まで愛着と愛情を与えてくれたマドリリスタには特に感謝する。この決断は私の現役選手としてのキャリアが誘導をもって、 今夏に終わることを意味する。何度も言ったように、R ・マドリーは僕の最後のクラブなんだ。引退に適切なタイミングを見つけ、自分自身で選べたことは嬉しいし、誇りに思う。僕は常にパフォーマンスがピークの時にキャリアを終えようと思っていた。今から目指すことはただ一つ。アピー・オ・アールら15、15回目の欧州制覇、だ。池マドリー、ただひたすらに。